これある女性の方がね、学生の頃の話になるんですけども、当時大学生ですね。で、まあ、友人の一人が実家を出て一人暮らしするってなったんですよ。でね、そのね、10代後半から20代前半ぐらいですかね、それぐらいの年頃の人たちからすると、まあなんか実家を出るっていうのがちょっと一大なんていうか、こう決心というか、まあ決心というかね、ちょっとまあ旅立ちみたいな感じじゃないですか。だからこの友人もね、実家出るって言ってね、引っ越しをするっていうもんだから、手伝いをしに行ってあげたんですよ。で、手伝いついでにその日の晩ね、みんなでもう晩酌っていうかね、泊まりがけで飲み会しようってね、こう一人暮らし祝いみたいなやろうってなったんですよ。で、その友人の新居っていうのが、まあ、古い木造のアパートだったんですね。で、まあ玄関入ってすぐ4畳半のね、台所があって、で、その隣にね、6畳の和室があるとか、あとはユニットバスがあるっていう、まあそんな感じの、よくあるまあ安アパートって感じです。で、まあ、日中はもう引っ越しのね、手伝って、でこう荷物とかね、開けてね、並べたりとか片付けたりとかいろいろやって、で、お疲れ、今日から一人暮らし楽しもうね、乾杯って、まあ飲み会になったんです。まあ飲み会って言ってもね、引っ越し初日ですからね、もうまだあれですよ、お隣さんとかの挨拶も済ませててないわけですからね。そのタイミングでバカ騒ぎするのはちょっとさすがに失礼かなっていうのがあったので、なるべくね、こう騒ぎすぎないようにって言って、まあ集まったね、その手伝ってた数人でまったり、まあ話をしながら飲んでたんですよ。で、なんかこう話をしてる最中にですね、まあ、別段これ怖い話をしてたわけでも何でもなくて、まあ普通に楽しくね、大学の話か何かしてたのかな、そんな感じだったんですけども、まあ、古いアパートなもんですから、電球なんですよ、電気が蛍光灯じゃないんですよ。で、もう電球は下がってて、その電球のね、明かりで、まあ、みんなこう円になって喋ってるわけですから、影が壁側にできるんですよ。で、これはね、もうなんとなくですけど、あ、影ができてんなと思って、ね、この引っ越しを手伝いしてたこのね、体験者というかね、投稿者の方が影を見てた時に、あれってなったんですよ。一つ多いんですよ。え？ってなって、で、なんとかちゃんの後ろ側の影ってこと？なんとか君の影はあそこだよね。で、あれあれって思ってると、まあ自分のところではないんですけど、自分から見て斜め前のところですね、に2人並んでるんですけど、その2人並んでるところの間にもう1個影があるんですよ。なんだろうなって、なんか全然普通にみんなでね、お酒飲みながら喋ってるだけなんですけども、なんかまるでその影もね、一緒になって入り込んで話を聞いてるかのようにも見えたんですよ。わー、マジか、これ引っ越した日だぞ。あ、でも私の部屋じゃないしな、でもとは言ってもな、友人のこと考えたらね、こんな部屋でね、いきなりね、こう影が一個多いんだけどって言ってパニックになったらね、もう引っ越したいってなっちゃうかなって思ったから、黙っとこうって思ったんですよ。うん、なのでまあ言わなかったんですって、その友人には。でもなんかちょっとこうもやっとしながらね、まあ家に帰ったわけですよ、その朝ね。で、まあ、その日普通に過ごしてて、で、その日の晩ですよ、パッて夜中に夢の中で目が覚めたんですよね。だから夢なんですよ、今。あ、夢の中にいるなーっていうのは分かったんですけども、場所がその引っ越した友人のその新居だったんですよね。まさに昨日朝まで飲んでた、うん、その新居で夜中なんですよ。あ、昨日と同じ状況だなって思ったんですよ。で、やっぱり電球の明かりの下でね、何人かで話をしてるわけですよ。で、やっぱり壁に影が一個多いんですよ。あー、やっぱり昨日のことが気にかかってたから、これ夢に出ちゃったのかなーなんて思ったんですね。で、夢の中ってまあ夢ですからね、まあいろいろ起こるわけですよ。で、自分がその影のね、ことをじーっと見てたら、その友人たちの間にいた影、その影、一個の影だけがグワン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 って左右に揺れたんですよ。まるでなんか
見てくれと言わんばかりのそんな感じの、まあ、影の動きなんですよね。うわーこれ自分が見てるからこの影が、まあ、アピールというか明らかにこっちを意識して動いてるなっていうのが分かったんですよね。で振って次の瞬間には友人が誰もいないんですよ。部屋はそのままだけど 今目の前で振って周りにねこう喋ってた友人たちがゼロになったんですね。あ消えたってなった。まあでも夢の中ですからね。いやーって思いながらまあそのまま影を見てたんですよね。でも影は影だけであるんですよ。ちゃんと自分と対面で壁があってその壁に影が映ってるんです。でもその前にはもちろん誰もいない。その影がずーっと左右に揺れてるんですよ。で左右に揺れてるなーって思ったらこれねちょっとどう形容したらいいか分かんなかったらしいんですけどこの彼女的には、まあ、立体になったと思ったらしいんですよね。その影が壁にファーってね左右に揺れてた影がムムムってこう出てきて四つん這いで自分の方に向かってくるっていう感覚があったんですって。影がでも立体化して向かってくるちょっと分かんないですけどイメージとしては。ただ彼女はそういう風に感じたらしいんですよ。でその四つ足の状態ですよね。四つん這い状態でバタ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 ってこっち来るわけですよ。うわ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 って思いながらでも自分の体動かない。もう来るな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 ってこう唱えてた。でもう少しでその四つん這いになっている黒い影が自分のとこまで到達すると。で自分はちょっとずつだけど後ろに下がれていて、で後ろの壁にドンって背中がついたんです。その瞬間に壁が倒れたんですよ。パターンってへーってなってパッて振り返ったら今いるところはあの友人の新居なんですよ。なのに後ろに見えてるのは自分の家なんですよね。自分の部屋。あれってなってでこれまあ夢だからだと思うんですけどねちょっと不条理な感じではあるんですけども自分の部屋にねこう背中つくと思ったんだけど自分の部屋の方に転がってったわけですよ。彼女はもうね背中がつかずにパーってなってで自分の部屋に入った瞬間にパッて見たらなぜかその隣になっちゃってるね友人の部屋と自分の部屋の境にはなんかガラスの窓みたいなのがあるんですよ。でそのまあほんとちょっとした段差なんですけどその窓のところをこうパーンってこう自分の部屋側に倒れ込んだわけですよ。今彼女は慌ててその窓を閉めに行ったんですよね。その黒い影が自分の部屋に来ちゃうと思ったで、まあ、来ちゃうっていうかまあ、バレるって思ったらしいんですけどでガラガラって閉めたんですよね。なぜか閉められたのでガラガラって閉めた時にその閉めるもう間際ですよね。閉まりきる間際にあ目があったって思ったんですよその黒影が。であって思った瞬間にパタンって閉め終わった瞬間パーンって目が覚めたんです。ああよかった夢だったんだあー怖かったーってなってで起きた瞬間ですよ。周り暗いんですよね。どうやら夜中にね中途覚醒したらしいんですけど、ね、突然自分の部屋の窓をコン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 って同じ感覚で何かノックしてるんですよ。で、ま、完全に目が覚めたんですよ。目が覚めたなと思って一瞬動いてたんですけどそのコン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 でノックの音が聞こえた瞬間にガチーって体が動かない。やばいなぁと。でその窓の方を目だけでチラッと見るとさっきの黒い影が窓の方に映ってるんです。でもさっき言ったようにその黒影が立体化しているものが窓のところに映ってるっていうか窓の向こう側にいるっていう状態。どうやらそいつがコン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 ってずーっとノックしてるんだと。うわこれやばいなと。ただ窓が閉まってるからこれ助かるなと直感的に思ってでそのまままあ金縛りになってる状態のままで記憶がスッて抜けてで
まあ、朝が来た。一応、まあ、自分の部屋にはその影ですねはやってこなかったんだろうなと思ったそうです。まあ、一応それ以降自分のね部屋で何かあったりとか夢に出たりとかはなかったらしいですけどね。ただその引っ越した友人っていうのはなんかおかしいんだよね、なんかおかしいんだよねって言いながら割と早いうちにもう一回引っ越したそうです。